材料です。口径は全て 15A です。300のニップルが10本、200のニップルが4本、ソケットが5個、ニップルのバレルが4個、チーズが6個、キャップが4個、フランジ 10kg の 15A が4枚です。では作っていきたいと思います。まず300のニップル、これをソケットでつなげます。軽く手締めで大丈夫です。足を作っていきます。チーズのここに300のニップルを入れます。上にも入れます。この形のものを4本作りました。これが足になります。で足の支えです。次にチーズの両側に200のニップルを2つつけます。これを2つ作ってください。ではこの先ほど作ったこの300のニップルがつながっているのを、これをこうつけていきます。こう長いのでかなり力を入れて締めることはできますけども、今は針締めでかなり緩く締めます。こうすればかなりいきますけども、本当は強く締めてください。同じようにここの足も今は軽くつけています。長さ調整のためにここに1個ソケットをつけてニップルを入れます。このニップルの長さ、これは一番短いバレルというものを使っておりますけども、テーブルの高さを高くしたい場合は50とか100のニップルにしてもらって構いません。はい、4つつきました。今度は逆側にキャップをつけます。で、あとは両側にフランジをつけます。これ今は緩く締めてますけども、しっかりねじ込めば完成です。